じゃあ、はい、ここまでの総合して、はい、一曲、うんうん、本番です。はい、やってみましょうか。本番、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。
もう早く拍手したいって思った早く拍手したいありがとうございます。すごい集中力を発揮していただきましてあのやったことほんまに全部あの歌うように一緒にテーマ吹いてで、あのアドリブソロ吹いてソロ吹いてでリズムイズキングの打ち込みあって最高でした。ありがとうございました。いや今日はありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ普通に演奏自体がすごく楽しくて、普通にこの合奏という意味で楽しい時間を一緒に過ごせました。ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったです。はい、本当にありがとうございました。あのこちら側にいたんで、僕もなんか辻さんに教わってるみたいですごい楽しかったです。はい、はい、後ろでそっかーと思いながら、はい、聞きながらやってました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。本当にね、あの楽器も素晴らしい演奏で、何やったらうちのメンバーに赤い衣装も用意しますので、やった気が向いたら連絡ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあということで、はい、この連載もそして、はい、練習、このいろんなレッスンを受けてきて5周年のタイミングということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あのこれからもあのご活躍、あの楽しみにいたしていただきます。はい、カルベラさんも今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでカルベラさんとの、サックスのレッスンが終わりました。いや今回はですね、本アンサンブルに挑戦したんですけど、もうすごく私はこれが始まってからいつか違う楽器と一緒にアンサンブルしたいねっていう話をあのスタッフさん方に相談してたので、今日できたことが本当に夢みたいですごい楽しかったです。その中でもですね、今日学んだことは、あの思いやりの気持ちって日常生活も大事だし楽器の中でも大切なんだなっていうことすごく学びました。あのバランスだったりとかもすごくね大事なものなんだなって、やっぱりアンサンブルって素敵だなということを改めて思いました。皆さんもぜひアンサンブルに挑戦してみてください。そしてこれからもまだまだよろしくお願いします。